あのまたこんなあの下着姿で申し訳ないんですけど、今ね僕編集のやり方改革っていうのをね行ってるんですよ。ね、今僕そのねやっぱ仕事をしようじゃないですか。これ以外にねあのこあこっちねこれまああの動画ね YouTube ね以外に僕仕事をしようじゃないですか。でももはやこれ YouTube が 本業でもう一個の仕事がもうあの何副業っていう感じになってるんですけどねでもやっぱりあのこれね YouTuber の人みんな言うんですけど仕事しながら YouTube 以外の仕事をね普通週4週5とかで週5とかで生きながら動画をね週23本上げるっていうのはかなり大変なんですよ。で僕はまあ仕事を週4とか週5でまあ週5ですねで生きながら。 ね、水道日かな基本、ね、メインのチャンネルは水道に平日に1本、ね、あと土日に2本のちょっと鼻があれなんですけど <laughs> その3本のペースでね毎週毎週上げてるんですよ。これってすごいんで,すよでまあすごいっていうかまあ別に自分であれな言うのはあれなんですけど、ねまあ、この、ね、週3でねもう一個の仕事しながら上げるっていうのはね あのやっぱりストレスというかその、まあ、まあ大変同じことを言ってますけど大変なんですよ。ねだからあの仕事の休みのたんびに朝からずっと編集、ね、ほんであのアップっていうのをね繰り返すわけです。つまりもう何もしなないいい休日っていうのがないんですよそうなってくるとだんだんねこうストレスがたまるっていうかね。その休みの日の朝に またあのそこのベッドにこう寝っ転がってね「はあ」って朝起きて朝起きて朝ごはん食べてまたここここ2階なんですけどここに上がってきてね「とりあえずちょっと一旦休憩しようか」って編集に取りかかる前にね「一旦休憩しようか」って言ってあのベッドに横たわるじゃないですか、ね。ほんでこう横たわって「はあ」ってなるんですよね。またた編集かみたいな 休みもうなんかお休みの日ぐらいゆっくりさせてくれよみたいなね,ねあるじゃないですかみんな思うでしょ普通そのサラリーマンの人でもねあの休みの日ぐらいゆっくりしたいじゃないですか。ね、けど僕は休みの日こそ本業なんですよねだからもう何て言うかなだんだんねそういう生活を続けてるとその編集に取りかかるまでのね心理的障壁がね かなり熱くなるというか、その編集に取り掛かるのが怖くなるというか、なんていうかな、編集って、ね、いろいろ悩んだりするわけですよ。ね、あの例えば今ねこれこれとか、ね、これあの一、えー、ヶ月ぐらい前に行った中国と北朝鮮の,の国境のねあのー、まあ、旅行の動画なんですけど、いっぱい僕いるでしょ。あるんですけど、ね、これも編集する前の動画ですよね。 うん、現地で、あのー、あここでよし,よしカメラ回そうってカメラ回してペラペラ喋ってあここの景色をそばーっとか映したりとかしてるやつがここにまあいっぱい散らばってるわけですよね。これをそのどれを使ってどれを使わないかっていうのをまず確認する作業とか、うん、で、あのー、無駄なねこの前の動画に出したけどあのー、何あ今言った「あのー」とか「うーん」とか言ってる場面をカットしていく作業ですね。 うん、それがもうんですね,なんでねこれは面倒くさいかっていうとねまずねその1ヶ月前の自分の旅行で撮った動画をねまず全部見なきゃいけないんですよ。ね、まずそれがね面倒、まあ、くさいしなんか見るるのががちょっと怖い感じがあるんですよねこれ僕以外の YouTuber もそうなのかなちょっと分かんないですけどなんかねうまく撮れたと思ってるんですよ。 ね、この動画はねあのこの旅行の時の撮影はうまくいったと思ってるんですねけどもこれをね久しぶりに見ることによってねあれ意外とうまくいっただこれって意外となんかすごい早口喋ってて何言ってるか分かんないしえっとかねそういうその何うまくいったっていうその何思ってるのをこう打ち砕かれる可能性があるわけですよこれを見ることによってねそしたらストレスじゃないですか。 あーって言ってうまくできてたはずなのに全然ダメじゃないかみたいな「もうどうすんのこれ」みたいな「もう編集するの大変だわ」とかそういう気持ちになるのが嫌なわけですね。<laughs> そういう気持ちになるのを恐れるようになるというかこれ多分ね僕だけかもしれないですもしかしたら他の YouTuber いやそんなことないよって言うかもしれないですけどとりあえず僕はそうなんですよね。そうううててスストレスをななんかななんかいうのそういのうの状況のうち いるる可能性ががあるわけでですすそれが嫌なんですよねだから向こうの,あのベッドの上で「うーん」ってなっちゃうんですよ。もうややるのやだーみたいなねなっちゃうわけですよね。ねだからよしじゃあこのままじゃダメだとねあの休みのたんびにねあのそう,そうやってねベッドの上で苦しむのはもうもうやめようそんな生活はもうやめようって思ったわけです。 ね、だからじゃあどうするかって僕考えたのが、だからその今言った作業あるじゃないですか、そのね全部今までの旅行のそこれを確認してあのどれを使うか使わないかをあの確認、えー、選選定する作業ですね。それをねもう先にねもうやってしまうねわかります？そのだからね今僕10月に旅行行くんですよね。で今9月の初めなんですよ。で九月分に出す動画っていうのはもう全部ここに入ってるんですよこれね。 編集すする前でそのこの大量にあるこの動画群からどれを使ってどれを使わないかっていう作業を先にやってしまう9月分のやつ全部そしたらねだいぶ心理的障壁が減るんですよその一番ストレスがかかる作業をね先に全部やってしまうそれがね僕の考えたね働き方方改改革革ならぬ編集の仕方改革ですどうですか皆さん。 でねあともう一つねなんかねそのねこのまあねあの編集なんですけどなんていうかな最初からね完璧にやろうって思っちゃうんですよね,ね最初からあのななんていうかな完成形に近い感じであの動画を並べていってその編集とかしていこうって思うんですけどそれもね変えます考え方を変えますまず最初はね適当にやるんですよもう 何でもいいかとりあえず,かあえずなんかそれっぽいの作ってみたいな感じでねそれっぽいのを先にねこう作ってでとりあえずポン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 ってっとりあえず形にしてあのねシリコンバレーでよく言われるね名言があるんですよ。違違う違うじゃないえあ is better than perfect、ね、これこれいい言葉ですこれ。これどういう意味かっていうとあのえっとね 完璧を目指すな。とりあえず仕上げろっていう意味の。とりあえず仕上げて,って、完璧を目指すんじゃなくて、とりあえず仕上げてくれって、一回っていうような意味なんですよね。完璧はえ違う。とりあえず仕上げるっていうことは、完璧よりもいいこと。みたいなあのあれ。直訳すると、そういうことなんですけど、ね、とりあえず仕上げろって意味なんですよね。それをちょっとね、もうあのシリコンバレーの人に。あの えー、見習ってね僕もそれをしようと思いますまず完璧を目指してゆっくりやるんじゃなくてもうちょっとスピード感をね早く早くとりあえず仕上げるっていうことをやってしまうとねで完璧にするのはその後でもいいんですよ。ね、YouTube にねアップしない限りは後からいくらでもねあのーまあ、変えることができるわけですよね。ちょっというね。 そのまあ語り方、編集の仕方改革をね。今日は実行しようと思って。今まだ九、はい、時半、ちょっと見えないけど、九時半なんですよね。で、今日は、もう一個の副業は休みです。向こう,うもいいの堂々宮の副業は休みです。ね、九時半からもうここに座って。ね、で、ずっとこうクーラーもつけて、ね、やる気満々です。で、もう、あの、編集作業をね、始めてるんですよ。で、今日は、もうひたすら、あの、動画の選定作業。 ね、あとあと僕のまあ、僕のね編集ってまあ最低限の編集なんですけど、そんな手の込んだ編集全然しないんですけどね。まず僕の編集はあのー、まずその先手作業をやった後に、あナレーションですね。僕ののどこにでも行くドスコイとドスコイのまあ最大の特徴の一つナレーションです。あれはねナレーションはねもう好きって言ってくる人多いんですよね。まあ、そのナレーションをねどういう風なあの ちょっとね、ナレーションもねえー、っとこれねシンプルノートってアプリがあるんですけどねこれなんか見られてちゃダメなのないなよしまあまあいいシンプルノートってこれアプリなんですけどここにねあこれあのこの前のコリアンタウンのね原稿というかなんですけどこれこれあのナレーションのねまあカンペですよね、原稿これこうやって何を話すかナレーションでねこうやって決めるんですよ これを書く作業ですね、うん。で、これが終わったら、その次、あのあれあれですよ字幕ね出てるでしょ。あのテロップね、うん、あのー、強調したいところに出すやつですよね、うん。それを入れる作業をするんですよね。その二つはね、そんなねうん、そんなストレスするじゃないんですよ。うん、やっぱり一番ねストレスがかかるのは やっぱりその動画の、ね、もう根本的なその基,本基礎を作作るここのの業なんですよね、うんこのがえー、動画を並べていく作業あとカットする作業、うん、その動画を、まあ、つまり作る作業ですよね仕上げる作業それをね今日はもうあの一気にやってしまうっていう改革をする予定です、まあ、これね YouTubeYouTuber やろうと思っている人以外は、まあどうでもいい話だったかもしれないですけどねはいもう今日11本しゃべりました。 はやっぱりね YouTube の話はね僕朝からばんまり YouTube のことを考えてるから <laughs> もういくらでもプラ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 ,ラって話せるんですよ。ね。まあはいそんな感じです。サブチャンネル見てもらってありがとうございます。